今回の昔懐かしテレビ欄は1972年4月14日金曜日夜7時台をピックアップ。この日の7時台は日本テレビはスターボーリング、 TBS ではウルトラマンエース、フジテレビではコートにかける青春、テレビ朝日では変身忍者嵐、テレビ東京では牧真嗣のさあお立ち会いが放送されていました。まずはテレビ朝日の変身忍者嵐に昔懐かしテレビ欄。変身忍者嵐は1972年4月7日から1973年2月23日まで毎日放送、現テレビ朝日系列で毎週金曜日夜7時に全47話が放送された東映制作の特撮テレビ時代劇です。仮面ライダーのヒットを受け、変身ヒーローに仮面の忍者赤影などの時代劇の要素を加え制作された作品。原作者と放送局、メインライター、監督、ナレーターも仮面ライダーと一緒で、監督の内田一作は巻物風の交渉資料まで独自に用意し関係者へ配り、スタッフ一同時代劇版仮面ライダーを作ろうと大変な意気込みでした。本作品を機にテレビ朝日系列の金曜夜7時の枠は2019年9月まで47年半にわたって子ども向け番組が続き、1981年10月から2019年9月までドラえもんが放送されていました。それでは気になるストーリーを見てみましょう。江戸時代、謎の怪人魔人斎を頭とする忍者集団ちぐるま党が日本を征服すべく活動を開始した。人間変身の秘伝によって父に肉体を改造された元ちぐるま党の青年ハヤテは変身忍者嵐に化身し、仲間の伊賀忍者たちと共に父の過ちの償いと日本の平和のためちぐるま党に立ち向かう。第1話、猛襲。怪義を忍者毒うつぼをざっくり紹介。とある庄屋の屋敷が襲われた。襲ったのはちぐるま党の骸骨丸と化身忍者毒うつぼ。新しく生まれた毒うつぼを試すためだという。それを隠れて見ていたつむじとかすみは見つかり逃げ出す。捕まりそうになった時に現れたのは谷の颯とその父谷の奇獣。邪魔が入ったかと退散するちぐるま党員。屋敷に急ぎ行く颯と奇獣だが、そこには毒うつぼにやられて屋敷の住人の着物があるだけだった。奇獣はあれほど乙女申したのにとひざまずき祈り供養を始める。颯は父にお願いです、私を変身忍者にしてください、私は何としても骸骨丸や化身忍者を倒したいと強く願い出る。奇獣は言う、私はちぐるま党の平和を願い数多くの変身忍者を作ってきた、だがしかし平和な日本を乱そうとしている。そういう父にそうです、だからこそ正しい心を持つ私が父上の責任を果たしたい、しかしそれはお前を構いません父上。どうやら仮面ライダーでいうところの改造手術のようで、激しい戦いが待っているから反対したのか、普通の人間ではなくなってしまうから反対したのかは謎です。そうして始まる変身術の儀式。人間の体にある細胞の配列を変化させねばならない。そのために起こる肉体の苦痛は言葉で言い表せぬぐらい激しい。正義の使者として新しい変身忍者が父の奇獣の手で誕生した。ところ変わってつむじとかすみ、姉ちゃん、あの庄屋さんちのお家気の毒だったね、という弟つむじに姉かすむは、うん、でもお父さんの相手がもしあのような男だったら恐ろしい、早く見つかるといいけど。どうやらこの兄弟は父親を探しているらしい。大丈夫だい、親父は伊賀忍者の竜巻。富士の麓の村々に次々と起こる奇怪な事件は江戸の徳川幕府まで届いた。その事件の真相を探るため幕府は秘密組織である伊賀忍者の集団から選び抜いた名張の竜巻以下7人の伊賀忍者を送った。だがいち早くこの動きを察したちぐるま党は各所で待ち受けて一人ずつ殺していった。はい、陣内
チグルマトウというやつは聞きしに勝る相手じゃ。そういう竜巻に陣内は伊賀忍者の名にかけてやつらの陰謀を嗅ぎつけてやる。そう言ってチグルマトウの巣窟があるであろう場所を探り始める。いかにもなドクロの印のついたものを発見する二人。館の正面の見張りは完全なので裏山から潜入することに。祈りを捧げているチグルマ魔人祭は骸骨丸に聞く。もう二度時中は化身忍者を作らないというのか。うなずく骸骨丸にあの秘伝書を奪え。チグルマ魔人祭の目的は化身忍者を使って再び日本を戦乱の世にし、武力による支配を目論んでいたのだ。そして二人の潜入に気がついた魔人祭は床の仕掛けを起動しミサイルを発射。陣内はそれにやられてしまう。竜巻は単独で魔人祭に戦いを挑むが忍術により逃げられてしまう。しまったという顔をしているところに骸骨丸が現れる。戦いを挑む竜巻に貴様の相手は毒ウツボだと二人を残し去っていく。どこからでもかかってこいという毒ウツボに伊賀の八方投げなど伊賀忍術で挑むが全く効かない。今度は俺の番だと毒斬りを吐きかけられ、防戦一方。しかもチグルマ党員が次々と現れる。そこへ陣内がやってきて竜巻を逃がしてくれた。なんとか基地から逃げ出した竜巻だが、毒ウツボとチグルマ党員は待ち伏せをしていた。伊賀のつむじがクレを使い隠密で逃げようとしたが、あっさりと見つかってしまう。そこへ颯爽と現れる変身忍者嵐。変身忍者だと？といぶかしげな毒ウツボに、平和の使者、世の悪党どもを地獄へ送る正義の使いだと戦いを挑む。党員をバッタバッタと切り捨てる嵐。竜巻に向かって間もなくウツボの毒が全身に回る。という毒ウツボに対し、私にはその毒が消せるという、それはまずいとばかりに党員ともども再度嵐に攻撃を仕掛ける。嵐は忍法羽がクレを使って一時退散をする。俺と同じように変身をするとはと不思議そうな毒ウツボにひょっこり現れた骸骨丸が言う。それができるのは谷の奇獣だけだと、わしが人々の平和を願って命がけで編み出したこの人間変身の秘伝書が今まさに狩猟魔人祭の悪魔のごとき野望達成のために利用されようとしている。この秘伝書が奴らの手に渡る前に始末してしまわなければならん。それがチグルマトウ千年の伝統を汚さずに済むたった一つの道と、秘伝書を燃やしてしまおうとするが、骸骨丸が現れ、燃やしてしまうならこの秘伝書を使いこなせる方に献上してしまった方が良いのではないかなと、秘伝書を奪い去ってしまう。待て骸骨丸と、おお奇獣。そこへなんと狩猟チグルマ魔人祭が現れる。この魔人祭の命令に背いて変身忍者を作るのを嫌がる。時中を問い詰める。私はチグルマ島が世の人に害を与えるのがたまらなかったのです。狩猟に向かって何たる暴言だと骸骨丸が詰め寄り無知で打ち始める。狩猟はそれを制すると、貴様の家は代々チグルマ島の狩猟の片腕となっていたが、それも貴様の代で終わるという、元は長く続く平和な塔だったのでしょうね。お考え直しをと願い出る奇獣に、血の掟で団結したチグルマ塔を裏切ればその者は元より、一族の者は全て貴様の息子ハヤテも死ぬ。ここでアイキャッチ。包帯でぐるぐる巻きのハヤテ、こいつがハヤテだと現れるチグルマ塔員。てかなんでわかるんだ君たち、というのは置いておいて、包帯ぐるぐる巻きを次々と刀で刺していく。おかしいぞ血が出ないと不思議がる党員に、上から現れた早手はなんで俺の命を狙うと党員に問う。狩猟からのご命令だ。親父の記事言う浜もなくくたばっている頃だ。覚悟と切りつけてくる。一方川辺へと骸骨丸に追い詰められた奇獣。切りつけてくる骸骨丸の攻撃を川の上を走って逃げる奇獣。しかし骸骨丸は川をひとっ飛びで飛び越えると奇獣の前に立ちはだかる。その頃ハヤテは
党員と毒ウツボと戦っていた。次々と党員を切り捨てていくハヤテ。しかし七鬼獣は骸骨丸に切られていた。ハヤテは変身忍者嵐へと変身し、お前と戦いは後だと父のもとへ馬を走らせる。霞とつむじの手助けでなんとか逃げ延びる。それを忍馬ハヤブサ王と共に探す嵐。その様子を使い鳩で伝える党員。骸骨丸は毒ウツボを呼び寄せると、奇獣は自ら作った化身忍者に殺されるのだと抹殺命令を下す。そして使い鳩によって嵐の動向を知った骸骨丸は待ち伏せをすることにする。馬を走らせる嵐を怒涛の術で土の中から見つめている竜巻。嵐殿の身に何かで、なんで嵐のこと知っているんだ竜巻。さすが上級伊賀忍者。馬を走らせる嵐の前に骸骨丸が仕掛けた罠が。しかしアラートが鳴り、危機を察知した嵐の起点により罠は解除された。一方奇獣たち3人は毒ウツボたちに見つかっていた。これで貴様も最後だという毒ウツボに霞とつむじも手裏剣で反撃する。手裏剣が目に当たり、ひるむ毒ウツボを見て子供たちにわしに構わず逃げろという奇獣。そこへお構いなしに毒ガスを吹きかける毒ウツボ。嵐がやってきて待ち伏せをものともせず倒していくと、キジユーたちの前に立つ。そして戦いの火蓋は切って落とされた。3人を守りながら戦う嵐たちに毒ウツボは毒ガスをまく。苦しむ嵐たちの頭上から竜巻が駆けつける。お父さんと喜ぶ霞、爆弾を投げ戦いに参戦する。3人を竜巻に託すと嵐は毒ウツボとの対戦を始める。毒ガスも含め様々な攻撃を仕掛けてくる毒ウツボ。嵐は忍法自在縄で応戦。影映しとは、刀に敵の姿を映して光を浴びせタイミングを狂わせて斬るのだ。そして飛剣影映しで毒ウツボを倒すのであった。ハヤテの姿に戻り急ぎ父のもとに駆けつけるが、キジユーはすでに息絶え絶えであった。そしてハヤテに頼む、魔人祭に秘伝書を奪われた。恐ろしいことが、それを阻むことができるのはお前だけだ、頼むと伝え息絶えてしまった。そして日本中に散った千車刀と戦うことを決意し、馬を走らせて去っていく。それを見つめる竜巻たち。親子3人ハヤテさんたちと一緒に戦おうというつむじたち。よし行こうと親子3人も出発を決意する。次にキャラクターを見てみましょう。ハヤテ、本作品の主人公。代々千車刀の狩猟魔人祭の片腕として仕えてきた一家に生まれたが、魔人祭の邪悪な野望を知り、父谷の奇獣に志願して、父の編み出した人間変身の秘伝により鷹の化身忍者嵐となり、千車刀壊滅を目的に日本中を旅している。本来は千車刀に盾つくつもりはなく、俺は今でも千車刀を愛していると語ったことがある。派手な水色のビニール地の忍び装束を着て、長髪に金属製の陣鉢、陣鉢を着用するのが前期の定番のスタイルだった。第21話からは普段は浪人や町人などに扮し、戦闘時には銀色の忍び装束を身につけ、バンダナを巻かなくなった代わりにちょんまげを言うようになり、第40話からは商人や小無双などに扮するようになる。畳返しなどの忍術や刀の腕はもちろん、素手戦闘でもかなりの実力を発揮する。どんな毒にも耐えるよう訓練しており、南蛮渡りの馬も殺す毒を盛られても死ななかった。主な武器は愛刀、早風と羽手裏剣。第39話で神聖嵐になってからは刀の代わりに矢かんざしを使用するようになり、変身前の声も合体している冬手の声になる。大魔王サタンの登場以降、苦悩したり仲間を突き放したりと影の性格が目立つようになる。縄張りの竜巻、
江戸幕府の命を受け、千車島の動向を調査していた伊賀忍者。千車島の企みを知り、颯の仲間となって娘の霞、息子の紬と共に千車島壊滅の旅に加わる。霞、辰、牧の娘、弟の紬と共に化身忍者に襲われたところを颯に助けられ仲間となる。演じた林博子さんのスケジュールの都合から第32話で降板する。紬、霞の弟、好奇心が強いが、それゆえに敵に罠にはまることも多い。流れ星手裏剣や特製煙玉、父と同じ忍法千織傘などを得意とするが、忍術の腕はまだ修行の身である。谷の奇獣、颯の父、嵐や化身忍者を作り出す人間変身の秘術を編み出したのも彼である。組織の実態を知り、息子と共に千車島を抜け出し、颯を嵐に改造した後、骸骨丸に殺される。月乃は第21話から登場。西洋妖怪を追って来日した謎の仮面剣士、西洋妖怪に苦戦する嵐のもとにたびたび駆けつけ、敵の弱点を教えたり、人質を助けるなどの助太刀をする。その正体は颯の双子の兄冬手であり、弟同様に人間変身の法により変身する熊の能力を持った変身忍者。彼ら兄弟は一方が傷つけばもう一方も傷つく宿命にある。魔人祭と悪魔同人の策略によって火山の火口に落とされた嵐を救うために嵐と合体、神聖嵐となった千車魔人祭。千車島の統領200の下人を従え、自らが世の中を武力で支配しようという野心を抱く。そのために谷の奇獣を殺し、彼の編み出した秘術人間変身の秘伝書を奪い、多くの化身忍者を作り出した。全身を西洋の甲冑と鉄仮面で包み、黒いマントを羽織り、先端の尖った金属製の杖を持った姿をしている。骸骨丸、千車島の常任指揮官、頭蓋骨の一部がはみ出たような顔をしている。刀と鞭が武器、普段は黄金の羽織を身にまとう。二つの心臓を体内に持つと言われるため不死身の体を持ち、竜巻は彼を苦手としている。悪魔同人、西洋妖怪軍団の首領、魔人祭により呼び出され、日本政府の暁には領土を折半するという契約で千車島と結託する。黒いローブをまとっている。飛騨の霧ヶ峰にある霧と共に出現し、霧と共に消えるスフィンクス像に酷似した大魔人像を根城とし、千里を見通す水鏡で外界を見つつ、部下の西洋妖怪と連絡を取る。大魔王サタン、千車魔人祭や悪魔同人を陰で操っていた全能の支配者、とある山の地下に隠された妖怪城を根城としている。妖怪城の天守閣を分離させた空飛ぶ円盤で世界を飛び回り、力の源であるあやかし原始球の力で世界各地に眠る妖怪にエネルギーを与えて復活させ、手下として日本征服を企てる。同日に TBS 系でウルトラマンエースが開始されたことで、キー局エリアの関西地区では 10.8、 関東地区では 4.1% といった具合に第1話から視聴率の苦戦を強いられていた。ちなみにウルトラマンエースの視聴率は 28.8% でした。企画の平山徹さんは、ウルトラマンエースとの視聴率競争に負けたのはワンクール目の特番に原因があると語っています。その対抗策として度重なるテコ入れを実行。第13話以降は時代にそぐわぬ要素で、その奇想天外さを売りにするとして、千車潜水艦やカラス気球、ロボットの鉄人大王などが登場しました。また第17話以降は嵐の活躍場面が増やされました。さらに第21話以降は西洋妖怪編がスタート。レギュラーの顔ぶれが変わり、敵が化身忍者から西洋妖怪に変更されるなど、当初の路線とはやや離れる結果となりました。一方で颯や竜巻らの時代劇離れしたカラフルな忍び装束を地味な装束へと変えるなど、より本格時代劇らしい作劇も行われました。第3クールでは桃地仙人の記した忍者大秘巻をめぐる颯たちと西洋妖怪軍団による争奪戦が描かれ、第4クールからは大魔王サタン編と変わり、颯の母探しのエピソードがメインテーマとなりました。嵐の武器は刀からバトンに、
必殺技もガンビームなる光線技に変更され、出番もクライマックスのみとなったのです。また実現はしませんでしたが、第25-27話では仮面ライダーと滝和也をゲスト出演させて地車島の壊滅を描くという大胆な案も検討されていた一方のウルトラマンエースでも、路線変更がたびたびなされており、現代における研究では双方で視聴率競争によるテコ入れが行われていたとされています。感じる感じる幸せ感じる朝、味わう味わう幸せ味わうジョア、ジョア、ヤクルトジョア、誰のもの、ジョア、ジョア、君のもの、ジョア、ジョア、誰のもの、ジョア。健康だから感じます、ヤクルトジョア。ウルトラマンエースはつぶらやプロダクション TBS が1972年、昭和47年4月7日から1973年昭和48年3月30日まで TBS 系で毎週金曜日夜7時から7時半に全52話が放送された特撮テレビドラマです。大まかなストーリー、異次元世界に君臨するヤプール人が怪獣よりも強い生物兵器鳥獣を従えて地球侵略を開始した。鳥獣第1号ベロクロンによって地球防衛軍が全滅し、ベロクロンの襲撃から人々を守ろうとした北斗星人と南優、この二人の若者も犠牲となる。ヤプールの野望を阻止するために M78 星雲から派遣されたウルトラ兄弟の5番目ウルトラマンエースは、北斗と優子に自分の命と力を授ける。新たな命を得た北斗と優子は地球防衛軍に代わって結成された鳥獣攻撃隊タックに入隊。銀河連邦の一員の証であるウルトラリングが光るとき、北斗と優子はウルトラタッチによってエースに合体変身するのである。今回はそんな中からウルトラ5兄弟が揃った死刑ウルトラ5兄弟と銀河に散った5つの星および最終回をざっくり紹介。まずは田口重光さん脚本の死刑ウルトラ5兄弟。住宅街で新聞配達のアルバイトをしている少年、少年の弟がそこに現れ仕事の手伝いをしようとする。仲の良い兄弟、突如空間が歪み鳥獣が現れる。兄弟は電話ボックスに駆け込み鳥獣が現れたことを知らせようとするが、鳥獣に見つかってしまう。弟をなんとか電話ボックスから逃がす兄だったが、鳥獣は電話ボックスごと少年を持ち上げ地面に叩きつけ、次元の歪みにまた去っていく。兄の元へ駆け寄り揺り動かすが、すでに兄は息絶えていた。その後警察や救急隊員などがやってくる。しかし鳥獣を見たという庄司少年の話を信じない警察、掛け合ってくれない警察に業を煮やし、駆けつけた北斗と南に鳥獣を見たという話を同じようにする庄司少年。警察に何があったか聞く北斗に、電話ボックスが倒れこの子のお兄さんが死んだんですと無愛想に話す警察官。違うんだ、僕のお兄ちゃんは鳥獣にやられたんだ、僕を助けようとしてやられちゃったんだと懸命に説明する少年。しかし警察官は本人はそう言っているが目撃者も通報もない、いや近頃の子供には参りますなと鼻で笑い出す始末。部下に少年を署まで連れて行くように言い放つ。嫌がる少年の腕を引っ張ってパトカーに乗せてしまう。そしていや単なる事故ですよ、なのでタックの管轄外のことなのでという警察官。しかし鳥獣の話となるとと北斗が言うのを遮るように、うちの子も一緒ですよ、嘘も本当も一緒にしてしまってしょうがありませんな、どうぞお引き取りくださいと二人に敬礼してとっとと帰ってくれと言わんばかり。その頃タック基地ではゴルゴダの星を発見していた。キリストが十字架に貼り付けられた丘と同じ名を冠する星、ゴルゴダの星はマイナス宇宙、地球の裏側の宇宙にあるらしい。パトロール中の北斗と南のウルトラリングが光る。空を見上げるとゴルゴダの星に集まれというウルトラサインが輝いていた。何か大変なことが起こっているに違いないとウルトラマンエースになった2人は次元を越えゴルゴダの星へと向かう。途中
他4兄弟と合流したエースは濃い霧が立ち込めるゴルゴダの星へと降り立つ。一体どうしたというのだと呼び出された理由をエースに聞くウルトラマン。しかし誰もウルトラサインは出していない。一体誰が呼び出したのだろう。そして霧が晴れ見えてくる丘の上の5つの十字架。十字架に近づくウルトラマン。そこには自分の名前が刻まれていた。そんなバカなとエースたちも十字架へ近づく。そこでココが自身の名が刻まれた十字架があることに改めて気がつく。その頃地球ではヤプールによって呼び出された放射能の雨をまとった鳥獣バラバが暴れ狂っていた。タックは緊急出動をする。地球での様子を察知したウルトラマンたちは急いでエースに地球に帰るように言う。しかしヤプールの声が響き渡り十字架に仕掛けられた罠により一気にマイナス273度まで下がり、ウルトラマンは寒さに弱いこともありエネルギーも奪われてしまう。ウルトラマンたちがエースにエネルギーを分けてやるから急いで地球に戻れと言うが、そんなことをしたら兄さんたちが死んでしまうとエースは拒む。その方を殴るとこのままでは5兄弟全員が死んでしまう。死んでしまうにはお前はまだ若すぎるとエネルギーを分け与え、エースを送り出す。そして4人はそのまま十字架に貼り付けにされてしまう。地球に戻ったエースは放射能の雨の中バラバと対決するが、ウルトラマンたち4人を人質に取られバラバにやられ変身を解かれてしまう。地球はウルトラ兄弟はエースはどうなってしまうんだ。でしけウルトラ5兄弟は終了です。そして翌週の市川新一さん脚本の銀河に散った5つの星、ヤプールの呼びかけから始まる。はっ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 、どうだウルトラ4兄弟、お前たちの命は私が握っているのだ。そしてお前たちの弟ウルトラマンエースも。地球人たちよ、耳あらば聞け。もはやこれ以上の抵抗は無益だ。降伏せよ地球人。北斗と南はタック基地では保護されていた。そこへ本部から司令官がやってくる。本部の決定事項はゴルゴダの星を5日間で持ってきた設計図をもとに超高速ミサイルを作り上げてそれを発射し爆破せよとの命令だった。ゴルゴダの星にはウルトラ4兄弟が捕まっているから、まずは彼らの救出が先決だと詰め寄る北斗。今は地球の危機を救うことが先決だ。君は本部の決定事項に異議を申し立てようというのかね、と全く聞き入れない長官。今ゴルゴダ星を爆破したらウルトラ4兄弟の命はどうなるんですか。ゴルゴダ星だってヤプールに支配されているとはいえそれ以外の住人だっているはずです、と諦めず詰め寄る北斗に、この際多少の犠牲はやむを得まいと冷たく突っぱねる。ゾフィーもマンもセブンもウルトラマン2世も長年にわたって地球を幾多の宇宙侵略者からの魔の手から守ってきてくれた M78 星雲からの平和の使者たちなんです。我々は彼らを見殺しにできないはずです、とさらに食い下がる北斗に、これ以上の異議申し立ては許さん、と全く聞き入れてもらえない。隊長にも本部の命令に背くことは許されないと諭されてしまう。そしてタックは超高速ミサイルの建造にかかるのだった。超高速ミサイルは光より速い速度でマイナス宇宙に突入するミサイルである。2段式で先端部分の第1ロケットは有人で操縦し、切り離された第2ロケットのみが光の速さでマイナス宇宙に突入するという仕掛けである。タックがミサイルの建造に踏み切った頃、ヤプールもゴルゴダの星にて超人エースキラーを作り出そうとしていた。4兄弟の残りのエネルギーをそれぞれ奪い取ったエースキラーはウルトラ4兄弟の力を自らのものとした。そして4兄弟の前でエースキラーはヤプールの力によって生み出されたエースロボットをスペシウム光線、エメリウム光線、ウルトラブレスレットなどでいたぶり殺していく。そしてとどめの M78 光線でエースロボットはバラバラに吹き飛んだ。その頃地球では思い悩んでいる北斗は小さなパチンコで兄の敵を取るんだという少年に、お兄ちゃんの敵を取ってくれよな、頼りにしているよと声をかけられる。そして5日後超高速ミサイルが完成する。そして長官は誘導パイロットに北斗を任命する。隊長は北斗はタックでは最も年齢も若く宇宙飛行の経験時間も少ないので
他の者が敵人だと進言する。そしてミサイルは試作の段階で欠陥も多く、万が一の失敗も十分に考えられます。危険が多いこういった任務には経験の多い者が適任なので、私に行かせてくださいと山中隊員は自ら名乗り出る。しかし長官は、今さら人選で君たちと議論するつもりはない。タックの全隊員のデータを詳細に調べ上げ、コンピュータが指名した結果だとの言葉に、今野隊員も北斗は負傷状態からやっと復帰したばかりなので、そんな危険な任務はいくらなんでもかわいそうですと声を上げる。しかし長官は、タックの任務に危険を伴わない任務などないと激しく切り捨てる。そして北斗の前に立ち、君はタックの制服を脱いでこの任務を辞退するかねと指さして挑発までしてくる。北斗の行きますの言葉によかろう、それでこそタックの隊員だという長官。そして5時間後の決行を命令する。思い悩む北斗に、山中隊員は、長官はお前がゴルゴダ星を爆破することを反対しているんでムキになっているんだ、嫌なやつさ、ミサイル発射直前にお前と入れ替わってもいいぞ、やってみないか、責任は俺が持つと頼もしい先輩としての言葉をかける。しかし北斗は、大丈夫、俺がやりますと固い決意を見せる。諦めたように山中隊員は、そうか、じゃあ気をつけていけ、明日は七夕でお前と南隊員の誕生日だったな、無事に帰ってこい、隊長がバースデーケーキを注文していたぞ、ケーキを無駄にさせんなよと優しく声をかける。ミサイルに乗り込もうとする北斗に、南はエースの兄弟たちをあなたは自分の手でと聞くが、北斗は、俺が辞めても他の誰かがやるだけだ、他の者にはやらせない。その後二人はお互いに何かを語るように見つめ合っていた。いよいよ発射されるミサイル、そして第一ロケット切り離しという段階で切り離し不能ということがわかる。大気圏突入の衝撃で故障したらしい。長官は、やれやれという態度でマイクを奪うと、北斗隊員、残念ながら思わぬ事故が起こったようだ、しかしながら予定は変更できない、そのままスピードを超高速に切り替えてゴルゴダ星に突入してくれと非常な命令を下す。隊長はたまらず、北斗、その必要はない、ミサイルの方向を変えて直ちに地球に帰還せよと北斗に告げる。何を勝手なことをと激怒する長官に、作戦の指揮官はあなただが、隊員の命を預かっているのは隊長の私です、これから先は私が指揮を取ると言い放つ。本部の意向に背くとは、たとえタックの隊長といえどただでは済まんぞと激高する長官に、本部の作戦はすでに失敗した、責任を取るべきはあなただ、あの欠陥ミサイルの設計図を持って早く本部にお帰りなさいと言い放つ。詰め寄る隊員たちにも負けず、長官は、作戦は変更しない、司令官命令だ、そのままゴルゴダ星に突入せよとマイクで再命令を下す。堪忍袋の尾が切れた隊長は長官をぶん殴る。そこへ北斗からの通信、俺は行きます、だからみんなやめてください、どうせ初めから生きて帰るつもりはなかったんです、隊長申し訳ありません、作戦は実行します、ゴルゴダの星のウルトラ兄弟たちと一緒に死なせてください、絶句する隊長、帰ってくださいと長官に激しい言葉を浴びせる南。隊員たち全員に睨まれ追い出される長官、そこへ鳥獣出現の知らせが入る。タックは南を残し出動を開始、街ではバラバが暴れ回っていた。攻撃を開始するタックの面々だが、いつものようにすぐにやられて脱出を余儀なくされる。その頃、南はモニター越しに北斗に話しかけていた。聖司さん、私が見える？いや、こちらからは何も見えない、私からは見えるわ。その時、二人のウルトラリングが光った。モニター越しに空間を超えたウルトラタッチをした二人はエースに変身し、ミサイルをビームで爆破すると、ゴルゴダ星へと向かった。私も兄さんたちと共に死のうと、十字架に貼り付けられている兄たちに向かって話すエースの前に、エースキラーが現れる。メタリウム光線も効かず、エースロボットと同じように兄弟たちの技でいたぶられていく。
ピンチという時に十字架の4兄弟のカラータイマーからの光がエースに向かって放たれた。その光を集めて敵に投げつける超必殺技スペース Q によってエースキラーは爆発した。ヤプールによって爆破されるゴルゴダ星から4兄弟を助けたエースは兄たちと別れ、鳥獣バラバが暴れている地球へ急行した。エースが来てくれたことに安心する少年タックの面々、手強いバラバとエースの激しい戦い、徐々に劣勢になっていくエース。エース頑張れ、お兄ちゃんの敵を取ってくれという少年の願いがエースに力を与えた。バラバの頭から放たれた剣を真剣白羽取りで投げ返し、弱ったバラバに強烈な攻撃、たまらず目玉が飛び出るバラバ。さらに腕の剣をもぎ取ると、それでバラバの首を落とし、勝利したエースは去っていくのだった。そしてタッグで開かれる2人の誕生会、ウルトラ兄弟の人形がぶら下がった七夕飾りを北斗さんに灯って少年も駆けつける。その頃2人は空を見上げていた。剣牛と織姫は年に一度会う恋人同士なんだねという北斗に、私たちは何なのかしらと北斗を見つめる南、と不思議そうに見つめ返す北斗だったが、南はすでに星空を眺めていた。見つめ合って微笑む2人、そしてまた夜空を見るのであった。そしてこちらもメッセージ性の強い市川新一さん脚本の最終回、明日のエースは君だ。もうざっくり紹介いたします。 UFO 同士の戦いで一機が墜落した。その現場にタックが駆けつける。近くに宇宙人の反応を見つけ、そちらに向かうタックの面々。そこではウルトラマン、セブン、ゾフィーのお面をかぶった人間の子供たちが宇宙人の子供をウルトラマンごっこをしながらいじめていた。やめるんだと止めに入る北斗たち。しかし人間の子供たちは、そいつ宇宙人だよ、円盤から逃げてきたから追いかけてきたんだという、まだ子供の宇宙人じゃないか、泣いているじゃないかと基地まで連れて帰ろうとするタックに、子供たちはねえそいつ死刑にするのと無邪気に聞いてくる。どうしてと聞く北斗に、だってそいつ宇宙人だよと返す子供たち。宇宙人なら何でも死刑にすればいいと思っているのか、そのお面はなんだ。セブン、ウルトラマン、ゾフィー、ウルトラ兄弟です。ウルトラ兄弟は弱い者いじめはしない、何もしない宇宙人の子供を訳もなくいじめたりなんかしない。申し訳なさそうにお面をずらす子供たち。ゾフィーもマンもセブンも弱い者の味方なんだと子供たちに言って、宇宙人を連れて車で移動するタックの面々。見たところサイモン星人の子供のようだと北斗は言う。サイモン星人はかつてヤプールに星を侵略追放された遊牧星人、後部座席で何かに怯えている様子のサイモン星人、車外に出て空を見上げる隊員たち、そこに響き渡るヤプールの声、地球の空をさまよう鳥獣の亡霊たちよ、エースの手で塵となった鳥獣の怨霊よ、ここに集まれ、今一度生き返るのだ、生まれいでよジャンボキング。そして暴れ出す鳥獣、タックの面々も攻撃しつつ一旦基地退避することに。北斗はサイモン星人を連れ山の斜面を攻撃の中逃げていたが被弾してしまう。そこに先ほどのお面の子供たちが現れ、自分たちの秘密基地に案内してくれることに。そこは子供たちお手製の秘密基地だった。北斗の怪我の手当てをしつつ、さっきは悪かったなとサイモン星人に謝る子供たち、そして仲直りの握手をする。そうでなくちゃと嬉しそうな北斗。秘密基地の通信機にヤプールからの声が、サイモン星人を引き渡せ、もし地球人がサイモンをかばうならば地球人も私の敵だ、サイモンを出せ、サイモンを私に渡せ、さもないとこの町を破壊して皆殺しにしてやるぞと脅しをかけてくる。町を壊されたら困るなあ、友達やパパもママもいるしと困る子供たち。しかしウルトラ兄弟は弱い者の味方だって言ったよね、俺たちはウルトラマンだぞとサイモンを守り抜くことを決意する子供たち。よく言った、その気持ちがあれば君たちは立派なウルトラの兄弟たちだ、鳥獣は俺に任せておけと子供たちに言い、立ち去ろうとする北斗の足をおもむろに攻撃するサイモン星人。
あまりの痛さに座り込む北斗。心配そうに北斗の周りに集まる子供たち。サイモン、どうして俺の足を？との言葉に、子供たちはサイモンは心配して行かせたくないんだよね、サイモンの言葉にうなずくサイモン。そして暴れ出す鳥獣。町を次々に破壊していく。タックが出動し戦闘を開始。被害をこれ以上広げないためにネットで鳥獣を移動しようとするが、かなわず、いつものように脱出をする。今日は町の半分を破壊した。残り半分は明日に取っておいてやる。明日の朝8時までにサイモンを引き渡せとヤプールは言い、鳥獣を引き上げた。とぼとぼと歩いてどこかへ行こうとするサイモン星人。子供たちは自分から捕まりに行こうとしているんだ、行っちゃダメだとサイモンを止める。地球にはエースがいる。エースが来てくれるまで俺たちがサイモンを守るんだ。そうだ、俺たちだってウルトラ兄弟なんだ。北斗は頼もしい子供たちにサイモンを託し、タック基地へと帰る。基地では鳥獣ジャンボキングの解析が進んでいた。今まで戦ってきた鳥獣の最も強い部分を結集して再生されている。鳥獣の王とでも言うべき最強の鳥獣であった。しかしジャンボキングを操っているヤプールの居場所がわからない。ここはヤプールの要求通りサイモンを渡して様子を見てはどうかという意見に、北斗はそんなことをしたら少年たちの思いを踏みにじってしまうことになると反対。ジャンボキングを倒す手がないとなると、町を守る方法がないという山中隊員に対し、家や町はまた建て直すことができます。しかし少年たちの心は一度踏みにじったら簡単には元には戻りません。彼らはウルトラの兄弟のように勇敢で優しい気持ちを持とうとしています。その気持ちだけは大切にしてやろうと思います。その言葉が響いたのか、隊長は町も子供たちの心を破壊させてはならんと試作段階の細胞分解ミサイルを試してみようという。北斗は一人空を見上げ、明日はエースになろう、どんなことがあってもと心に誓う。そこに月へ帰った南が現れ、もしあなたがウルトラマンエースだということが知られたら二度と人間の姿には戻れないのよと北斗に忠告をする。知っている、だがなぜ今それを言うんだと北斗が尋ねると、南は何も言わずに空へと消えていった。翌朝8時前に細胞分解ミサイルの準備ができ、ジャンボキングを迎え撃つ手はずは整った。隊長は北斗にサイモンと少年たちのところへ行ってやれと命令する。北斗が秘密基地に向かうと、そこにはサイモンを守るために戦う準備をした少年たちが待ち構えていた。勇敢な少年たちの姿を見て黙ってうなずく北斗。そして8時が来た途端、サイモンの頭が光り始める。すると空間が光り、ジャンボキングが現れた。細胞分解ミサイルが角度を合わせる。発射の号令とともに放たれる細胞分解ミサイル、見事命中し大爆発を起こす。しかしジャンボキングはびくともしていなかった。攻撃を受け、すぐさま爆発する細胞分解ミサイル。タックの面々も攻撃を受ける。ジャンボキングはそのまま町の破壊活動を再開する。次々と破壊されていく町。さすが最終回、かなり破壊シーンにも力が入っています。サイモンの頭は光り続けている。北斗は、あの点滅は何だ、何かを発信しているようだがとサイモンを凝視する。そして秘密基地にジャンボキングが向かってくるので、少年たちはサイモンを連れて退避することに。天井が崩れ、秘密基地が壊れ始める。サイモンを連れて走る北斗と子供たち。そこへジャンボキングの容赦ない攻撃。吹っ飛ばされたサイモン、助けに入った北斗にテレパシーで語りかけてくるサイモン。北斗星人よ、私の声に聞き覚えはないか。その声がヤプールのものだと気がつく北斗。その通り、ジャンボキングを操っているのはこの私だ。ふっふっふ、まんまと罠にかかったな。早くみんなの前でエースになってやったらどうだ、北斗星人。いや、ウルトラマンエース。そういうサイモン星人にたまらず銃を向ける北斗。何をするんだと子供たちが北斗を止めに入る。さあ、みんなの前で私を撃つがいい。誰も私をヤプールだとは信じていないぞと手を広げるサイモン星人。
私を撃てばお前は子供たちの信頼を裏切ることになるぞ、と嬉しそうに話すヤプール。戸惑う北斗。人間の子供から優しさを奪い、ウルトラマンエースを地上から抹殺することが私の目的だったのだ、というヤプールに向けて発砲する北斗。倒れ込むヤプールに駆け寄る少年たち。なぜサイモンを殺したんだ。こいつは鳥獣が怖くてサイモンを殺したんだ、と詰め寄る少年たちに北斗。違う、こいつはヤプールだったんだ、と話すが、証拠を見せろ、と子供たちは怒り心頭。テレパシーでこいつがそう言ったと説明するが、デタラメ言うな、なんで人間のくせになんでテレパシーがあるんだ、テレパシーがあるのはウルトラ兄弟だけだ、と責め立てる子供たち。昨晩の南のウルトラマンエースだということが知られたら、二度と人間の姿には戻れないのよ、という言葉を思い出す。もう優しさなんて信じないぞ。タックは鳥獣を倒せないもんだからサイモンを殺したんだ。俺たちだってもう、お前の言うことなんて聞くもんか、という子供たちに、観念したように北斗は話し始める。僕が奴のテレパシーを分かったのは、それは、僕がウルトラマンエースだからだ。驚く子供たちと、そこへやってきたタックの隊員たち。嘘だ、という子供たちに、嘘じゃない、見ていてくれ、これがウルトラマンエース最後の戦いだ、とみんなの前で変身をする。彼らに真実を伝えるにはこうするしかなかった。さようなら地球よ、さようならタックの仲間たち、さようなら北斗星人。そう言うとジャンボキングとの戦いが開始された。しかしさすがは鳥獣の王と言われるだけあり、エースは苦戦を強いられる。子供たちの声援が届いた時、エースは立ち上がり、メタリウム光線からのギロチンショットという連続技でジャンボキングの首を落とし勝利した。そしてエースを見上げるみんなに、優しさを失わないでくれ、弱い者をいたわり互いに助け合い、どこの国の人とも友達になろうという気持ちを失わないでくれ、たとえその気持ちが何百回裏切られようと、それが私の最後の願いだ、とメッセージを伝えると空の彼方へ去っていった。ウルトラマンエースの誕生とその背景には、時代の変化とともに進化するヒーロー像の必要性がありました。1971年に放送された帰ってきたウルトラマンは、初代ウルトラマンの成功に続き安定した視聴率を獲得しましたが、高視聴率には届かず新たな革新を求められていました。この時期は特撮ヒーローラッシュの勃興期であり、帰ってきたウルトラマンの放送中にも仮面ライダーやスペクトルマンなどのライバル番組が登場していました。新作ウルトラマンエースの企画には、ウルトラシリーズに深く関わる3人の脚本家が参加し、それぞれが独自の企画書を提出しました。ウルトラセブンからウルトラシリーズに参加していた市川新一氏は、ウルトラハンターという企画を、これは男女の性イコール人間を超越することで超人ウルトラマンタリエルという発想から、主人公であるウルトラハンターへの変身を現代のアダムとイブ的な男女が行うとして、北斗と南の設定が書かれていました。当時つぶらやプロダクション企画室の一員として、帰ってきたウルトラマンの企画成立や脚本の執筆に関わってきた田口重光氏は、ウルトラ V を考案。ウルトラマンの基本スタイルはほぼそのまま踏襲されていましたが、敵であるサタン星人が地球生物と宇宙生物を合体させて作る鳥獣の設定が記されていました。そしてウルトラ Q からシリーズを手掛け、3人の中では最もウルトラシリーズとの関わりが古い上原正三氏は、ウルトラファイターを提出。独自の研究を否定されて心が歪んでしまった竹中博士が、人間に復讐するために作り上げたマシンで怪獣を操るという怨念めいたストーリーが設定された異色作ながら、三者中では唯一新ウルトラマンがウルトラ5番目の兄弟として想定し、ウルトラファイターの企画書に記されました。これらのアイデアは、男女による変身、鳥獣、そしてウルトラ5番目の兄弟という3本柱を軸に、
ウルトラファイターがまとめられ、ウルトラエースとしてさらに発展しました。しかし玩具メーカーの丸さんがすでに解決透明ウルトラエースというキャラクターを持っていたため、商標登録の問題からウルトラエースはウルトラマンエースへと変更されました。この変更は放送直前に行われ、タイトルや主題歌の歌詞もウルトラマンエースに差し替えられました。過去のウルトラシリーズにおいても地球侵略を目論む宇宙人は数多く登場していましたが、エースにはシリーズで初めて一つの作品を通しての敵役および組織が出現しています。それが鳥獣を使って地球侵略を目論む異次元人ヤプールです。こうしたレギュラーの敵組織という設定は企画段階当初から出ており、上原庵のウルトラファイターの企画書には敵役が設定され、市川庵のウルトラハンターの企画書においては宇宙怪獣ベムを操る謎のアンドロメダ宇宙軍団と記されていました。制作スタッフは仮面ライダーでショッカーという敵組織が視聴者の認知を得たことに着目し、組織としての敵というコンセプトをエースに持ち込んだのです。またウルトラファイターやウルトラハンターなどの企画書の特徴が盛り込まれ、最終的にウルトラエースとしてまとめられた段階で鳥獣を送り込む敵が異次元人となり、さらに制作直前に作られたウルトラエース制作メモにおいて異次元人ヤプールの名が記載されたのです。なおヤプールの名は沼正蔵氏の小説家畜人ヤプーから市川氏が着想したそうです。こうしてシリーズ初の敵組織として設定されたヤプールは、不定形な数のキャラクターがうごめく中、表情を持たない姿で登場。まさに異次元人の名にふさわしいイメージで、視聴者に多大なインパクトを与えたのでした。またウルトラマンエースではウルトラ兄弟という設定も確立され、ウルトラマンの共演を望む声に応える形でシリーズを通じて形を整えていきました。前作帰ってきたウルトラマンに登場した初代マンとセプンはいわばゲスト出演で、活躍はほとんどありませんでした。そもそも初代のウルトラマンとウルトラセブンは違う世界観で作られており、両者が共演する場面などはなかったのです。帰ってきたウルトラマンも当初は初代のウルトラマンが帰ってくるという予定でしたが、最終的には模様の違う別のウルトラマンという設定になったのです。そして帰ってきたウルトラマンにウルトラセブンが登場することによって、同一世界線のヒーローだと認識が生まれたのです。そして本作のウルトラマンエースは5番目のウルトラ兄弟だと第1話から明言し、劇中でもたびたび共演しました。さらには一般公募から誕生したウルトラの父もエースでは登場したのです。ヒーローの共演はアメコミでは古くからある手法でしたが、日本では数が少なかったのが現実です。つぶらやプロ制作では帰ってきたウルトラマン放送が1971年4月、同年12月にはミラーマンが開始されます。いわゆる第二次怪獣ブームです。翌年1972年4月に今回のウルトラマンエースでウルトラ兄弟設定が発足。さらに1973年1月からはファイヤーマンとジャンボーグエースの2作品が始まりました。1週間に3人の巨大ヒーローが怪獣と戦っていたことになります。さらには等身大ヒーローのトリプルファイターも1972年に放送が始まりました。この円谷プロの作品の乱発ともいえる多さはある設定に起因したものです。ウルトラマンエースの一話で登場したエースが北斗と南に向かってウルトラリングを渡しながら、これで銀河連邦の一員だという発言をしています。ウルトラ兄弟ではなく銀河連邦とは何なのか。これはウルトラシリーズと並行して作られたミラーマン、ジャンボーグエースたちも同じ銀河連邦のヒーローとして世界をつなぎ共演するという壮大な構想があったのです。ミラーマンはテレビ放送される2年前に小学館の学習雑誌で連載され、ジャンボーグエースはその翌年にジャンボ X というタイトルで漫画になっています。そしてジャンボ X の設定はウルトラセブンの弟ということになっています。ミラーマンもジャンボーグエースも数年眠らされた後、第二次怪獣ブームの際に設定やデザインをリニューアルしてテレビ化されたのです。つぶらやプロと小学館のコラボで始まったという銀河連邦構想は、もし実現していたらまさに日本版のアベンジャーズとなっていたことでしょう。ウルトラマンエースのオープニングでの銀河連邦を遥かに超えてや
トリプルファイターの挿入歌、トリプルファイターの誓いの歌詞に銀河連邦という言葉がある程度で、テレビ局の垣根が越えられなかったためにほとんど視聴者の目に触れることなく銀河連邦構想は幕を閉じたのです。ですが平成のウルトラ映画によってミラーナイト、グレンファイヤー、ジャンボットと40年ぶりに形を変えて実現することとなったのです。当初はメインライターを市川氏が担当し、彼が提起した事象を田口氏と上原氏が整理したり広げるという方向で進み始めるという3人でのローテーション体制でしたが、人間の描写に一貫性を確保することが難しく、ドラマ剣の肝の部分も三人三様であり、さまざまな点で不統一な設定になってしまうこともありました。またあくまでも市川氏が観念として捉えていたヤプールもなかなかそのイメージが貫徹されていなかったのです。そのため市川氏はシルバー仮面でウルトラ的な題材で戦い尽くした状態となり、内的終焉に至ったとして第14話を最後に第48話まで脚本を書かなくなったのです。男女合体は物語前半はこの設定が生かされたエピソードが見られたものの、いくつかの要因で南優子の設定を生かしきることが難しくなってきたのです。男女合体変身だとヒーローとして弱々しいや、合体変身を子供が真似ることが難しいなどの番組の評判としての意見もさることながら、ストーリーを展開する上で北斗と優子のドラマをそれぞれ語る必要があるなど脚本側の要求があったとも言われています。最終的に第28話で優子は番組から降板することとなりました。度重なる路線変更は裏番組だった変身忍者嵐との視聴率競争によるものとされており、嵐でも本作品を意識したテコ入れがたびたびありました。視聴率は平均視聴率 18.6% と帰ってきたウルトラマンの 22.7% より低下しました。当時は一般的に視聴率は 15% 以上が人気番組のボーダーラインであり、その意味では本作品も人気番組のボーダーライン以上の数字は維持していました。しかし帰ってきたウルトラマンが終盤に 25% 以上の視聴率を記録していたために周辺関係者の期待は大きく、本作品の視聴率はその期待に応えたとは言い難かったのです。